はい、皆さんこんにちは。ゲームズ内膳無用です。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで、はい、8月3日金曜日、19時21時で、内膳無用の新調節が、来ますので、まあ、今までちょっとギミック予想していきたいなと思います。はい、進化前、そうね。FF 的じゃん。なんか仮面かぶってる。セシルっぽくないですか？そう、それも言われてた。そうだよね。なんか。仮面かぶってるのか、一応、本当に。女の人ですもんね。男なのかな、男なのかな。でも確か女の子にも見えるよね、うん、あの進化後は。セシルじゃん。なんで早速、そう、ギミック予想していこうかと思うんですけど、はい、まあ、超絶だから特にね、光属性っていうこともないんですけど、はい、とりあえずはやっぱり最近、光属性で中心化した、光は見ときたいですね。モンスターらへんが怪しいのかなっていうところで、まあ、第一候補、ムー。ムーね、とか全然ありますね、ムーは全然ありそうかなと思います。でもあとね、最初僕ちょっと言っとくんですけど、重力な気がする。アイゼンミオンは重力バリアメイン、はいはいはい、うん、でコラボとかだと、まあ、シノン、あーシノンか、普通に使えるところで、はいはいはい、アンダマンチブロック、ダイモブロックあるんじゃないかということで、でヒースクリフもダイモブロックだから、そうなんですよね、なんかちょっと怪しいですよね。ジャストでこんなに、うん、一緒なのってちょっと怪しい。ダメブロックはちょっと怪しいよね。ダメブロック怪しいですね。少ないしね。で、あと、デビルスパンクどっちか。あ、俺デビルスパンク今回押していこうと思ってます。ああ、はい。どっちをマイスイエルの方ですね。うん、あ、そう、ブロックの方か。はい。こっちですね。俺このデビルスパンク、こっち、こいつが、うん、多分、やばいんじゃないかなって今回は睨んでます。うん、こいつだと思う。でもなんかそのフンヌが、まあ、あんまりね、はい、クエストパナー信用してないけどフンヌがついてるから、うん、あ、そうなんだ、不動明王とちょっとギミック似てるとか、はいはい、あもしかしたら不動一応明王もついてるし、でなんか今回なんか意図的にフンヌと天馬がなんか分かれてたから、結構押すんだったら その辺で地雷来るのかなとは確かにあるね。フライジロック、カレンの、飛行音痴ブロックの方が運悪になるのかなって思ってましたね。で、あのカタストロフィーがいけんすよ。カタストロフィーもそうだね、はい、飛行ブロックで飛行不要なんで、まあでもブロック重視しすぎちゃうと弁財天また最強になっちゃうんですけど、それかなとも思います。いやなんか結局ねそれかなとも思います。いやでもそれもまあ読み属性多分言いがちだと思うんですけど、もうブロックだったら弁財天神化だし、うん、ワープだったらやっぱ今サンダルフォンとかやりますね、あ、生命、カムイもね、あ、カムイもね、その辺がやっぱりハマりそうなのはあるけどね、うん、まあ、生命はあそこでもらいましたもんね、金剛夜叉明王で逆に、あ、そう、強かったしね、金剛夜叉明王のあれって結構闇属性適性あんまりむしろいなかった方が良かったじゃないですか、うん、火種大きくなりすぎちゃうんで、ルシとかになったらまた話違うんですけど、うんうん、ルシとかメリオとかにはなメリオとかになったらね、あるかもしれないけど、だから意外と僕の属性も行ってくるんじゃないかなと思ってます、うん、だから僕あれも強いと思いますね、ノストラダムス、あ、加速が強いゲームになるんじゃないかなとも思いました。ノストラダムス、その辺のノストラも手堅くなってきてるからな、ですね、不正のあたりは、うん、どうかその辺確かにね、でまあさっき言ってたようにサンダルフォン、サンダルフォンも怪しいですね、ワープだったら怪しいと、ブロックもこっちついてるもんな、うん、こっちは割と、うん、こっちはもうアポカリプスで結構やってましたからね、うん、で、まあ、さっき話にも出たように、うん、弁財天は、まあ、それに関係なくても多分いけそうだしね、弁財天はね、結局いけちゃう感じはありますよね、一旦行き出したら、うん、でも重力は意外にね、意外とこっちでムーと組み合わせたらすごい強そうだし、そうそうこれ全然いいな、確かにこいつムーと組み合わせたいな、欲しいわ弁財天進化は、まあ、ムーと合わせたら相性自体も抜群にいいですよね、でもここまで戻るってことはあんまないかもしれないけど、結局このジュリエットが強いみたいな、はいはいはい、ダメオで、ね、不動回とかで結局ジュリエット感ありましたね、うん、あのダメオそうだ、ダメオだったもんね、うん、強かったっすね、であと今回そのアイゼンミョウっていうところで、うん、同じくね直江兼次っていうキャラがもうすでにいると思うんですけど、こいつがねこの上に愛ってつけてると思うんですよ、アイゼンミョウのねその異名を取ってた武将でもあって、あ、そうなんだ、そのアイゼンミョウからこの愛を取ったんじゃないかっていうのもね一部言われてたり言われてなかったりするのがあって、こいつが出るんじゃないかみたいな、あー中にまず切らしてきますよみたいな、でしかも侍だから、はいはい
ちょっと侍感もあるじゃん、アイゼミは結局、うん、分かんないけど、種族結構これまで外してきてるから、種族予想はちょっと難しいんですけど、侍だったらするとゾロとかもいけるし、重力だったらね、なんかその辺と相性いいのかなっていう。うん、じゃあハデスもいけますもんね。ハデスもいけるし。で、ダミオとかだっても最近のなんかザビエルとか、うん、その辺のなんかキャラも、実は侍キラー持ってるから、意外にキラーで押せるんじゃないかっていうね。うん、闇の名前とかできたら面白いですよね。あー、たまに色変えてくるじゃないですか。そうね、それありそう、確かに。そうなんだ、これ中ボスとかで出てくる可能性ありますよね。ありそう、ね。まあ、こいつが使えるってことは多分ないと思うんですけど、ないですね。こいつが使えるだったらもう相当いっちゃうもんね。なんか魔族感がなくはないけどね、うん、進化前とかは魔族っぽいですけどね。あー、なんなんだろうね。聖騎士魔族、聖騎士魔族、魔人侍、うん、魔人やめてほしいっすね。魔人むずいっすね。魔人ありそう、でも、うん、それいつもとか怪しいっすね。マフージね、マフージもあとあれかベルゼとか、ベルゼいけるね、うん、この辺ちょっとね意外に絡めてくるんじゃないかなと思って、うん、今回なんか新変化来るのかな、今のところはね、特に、はい、うん、言われてないし、ハートがないとも追記は来てないんで、うん、まあ、直前に来るかもしれないけど、でも結構縁まで帝釈天、伊達天とかってもう結構ありましたよね。あったね、ハンドスピナーできたり、しかもそうだ、今後も小麦足のとかも結構、うん、あとちょっとめんどくさいっていうか、あれパワー、あ、防御アップエリアでしたっけ、うんうん、あれあっていなきゃいけないみたいなね、すごいね。デビルスパンクがちょっと怪しい。デビルスパンクでもそうね、直近だとマジで、だって、あ、マフージもいけるわ、そうそう、重力のこっちの方でもそうですね、刺さってるな。あ、だからそれもありそうですね。ありそうだね、うん、その貫通の方もありそうですね。神だったらナポレオンいけるし、ナポいけるね。なんかボコボコ神だったらやばくない。神だったらこれで神でも意外にあるからな、うん、今後はロボットとか関係なかったじゃんって。確かに。ああ、今後はロボットか、あれそう、神か、神かもな。神ありそうですね。ナポありそうだね。ナポ全然ありそうですね。そうですね、種族関係ないんだったらもういきなり神って可能性ありますからね、うん、ロボットには見えないですけどね。ロボットには見えないとは 思ってる、うん。セックスとか平気であるからな。幻用かもしれないですよ。あー、急にここに来て幻用って。重力バリアかブロック、ブロック地雷、ジャイブロック、もしくはダイオンブロック、はい、その辺が今回のお香でしょうかね、うん、メインは。まあ、ちょっと楽しみですね、なんかオリジナル感で。でもなんかちょっとね、そう、これまでなんか、うん、流れとまた違う、うん、イラストの定作今回は本当に騒がれるぐらい違ってる、うん、からね。これかっこいいよな、マジ。じゃあアビリティ要素ちょっとしていきましょうか、はい、アビリティ要素、ね、重力バリア、はい、光属性キラー、ほう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 、以上です。重力バリア、光属性キラーの、うん、貫通タイプ。あ、でも貫通っぽい、貫通っぽ い, っぽ い, っぽい、はい、で、光属性キラーは原子ですね。で、薙ぎ払い、あー、で、SS が貫通変化、薙ぎ払いや、貫通変化っぽい、めっちゃなんか、ね、意外と剣でなんかランダーみたいなのもあるじゃないですか、うん、なんかギリさんで、こいつ、うん、こいつこそスターバーストストリーム打ちそうじゃないですか。打ちそう、やだから、ソードアートオンライン感もあるし、ソードアートオンライン感もある、映画とかに出てきそうですよね、うん。なんか、なぎ払いだわ。なぎ払いありそうっすよね。なぎ払いありそう。で、これは意外と貫通変化ですよね。うん。で、キラーだから、我々は使えるみたいな。うん。運枠にしたら超強い。超強いみたいなね。でも、重力しかないですよって感じですね。うん。が、アイゼン病。なんかもうちょっと、それか、結構トリッキーなとこ来そうっすけど、なんかキラー持ってそうな感じやばいっすよね。キラー感なんかあるけどね。うん、キラー感なんかちょっとありますよね。ね、超アンチダメージウォール、おお、ありそう、ま、超アンチダメージウォールのみのみのみで、ルシじゃないですか、攻撃型、はい、でヨーヨー、なんでヨーヨーって言われるけど実は強いみたいな、なんかなんでヨーヨーこいついたんだって騒がれる、ちょっと剣持ってんで、ね、ヨーヨー、なんかなんでヨーヨーこいつ持ってんだって騒がれて、はい、いや、もうあれつ腰いて、あの笑われた腰で、SS がね、はい、確かにね、
SS はね、難しいな、なんか。むずいっすよね。なんか、意外想像できないですよね。想像、そうね。SS は、なんだろう、敵の方に剣放って、ゴーセルの SS のなんか、鍵盤みたいな感じで、狙った方向に敵がいればいるほど強いよみたいな。あ、それ面白いですね。感じかな、なんか。自分も貫通、うん、貫通だと思う。なんと貫通超あんだね。うん、ヨー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 、 S、あ、ヨーヨーはヨーヨー。いや、投げ洗いが臭い。投げ洗いはちょっとだ、うん、臭いっすね。あと、はい、はい、なんで、まあ、皆さんもちょっとぜひね、うん、あのギミック予想から、アビリティ予想、あとなんかそのアイゼンミオンとね、うん、名古屋関連中のなんか関連性があって、うん、出てくるんであれば、うん、ぜひね皆さん教えてほしいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあでもとりあえずこれで、うん、このシリーズ、超絶シリーズが終わりますけど、次どうなるんだろう。そうですね、どうなるかね、うん、また超絶が来るのか、はたまた爆裂もね、とりあえず一旦終わってるから、どういうシリーズ来るのかなって言ったら、ちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回もゲームのラジオ1からお送りしました。内善明でした。一緒でした。ありがとうございます。ありがとうございました。